はい、こんにちは。吉田です。現在いますのは、石垣島の海鮮居酒屋、ひとし本店前です。今回は予約困難で有名な石垣島ひとしになんとか予約ができ、食事を楽しむことができましたので、本日はその様子をお届けします。何回ぐらい電話して、何時頃繋がったかなども話していますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは早速入っていきましょう。今回は開店後すぐの16時30分に入店しました。予約をした際に16時30分からの1時間のみ、入店後30分でラストオーダーなら空いているということでしたので、短い時間ながらその時間で予約を取りました。メニューを開くと結構種類が豊富です。人気メニューにはおすすめと書いてあるので大変ありがたかったです。今回注文をしたのは泡盛玉のつゆのソーダ割り、マグロの刺身、海鮮盛り合わせ2人前、マグロ寿司セット、ウニそうめんチャンプルー、石垣牛寿司です。はじめにお通しの枝豆とファーストドリンクの泡盛ソーダ割りが来ました。早速食事を始めていきます。一番手で登場しましたのはマグロのお刺身。大ぶりでとても美味しそうです。石垣島はマグロの漁場が近くにあり、時期によってマグロの種類は変わりますが、年間を通じて新鮮なマグロが取れるそうです。では、いただきます。これはすごい。今までで食べたことのないマグロですね。とろけるようなマグロでとても美味しいです。お次は刺身の盛り合わせ。この量で2人前です。マグロと同様に、カツオ、白身魚もどれもが絶品でした。続いてはマグロ寿司。左から大トロ、中トロ、鉄火巻きです。この映像だと分かりにくいのですが、ツヤがあって大トロも中トロもとても美味しそうです。お寿司でもネタは厚切りです。鉄火巻きは不揃いな感じこそありますが、ここまで来たら分かるうまいやつやんです。では、大トロをいただきます。脂が乗っていてうまい。お寿司でもマグロが溶けてしまうような感覚でとても美味しいです。お次は鉄火巻きです。形は若干歪なところはありますが、味は100点満点です。ちなみにこの画面の左奥、色紙がたくさん貼ってあるところがお店の出入り口なのですが、この日滞在した1時間ぐらいで10組くらい飛び込みで訪問される方がいらっしゃいましたが、残念ながら満席のため1組も入ることなく店員さんが丁寧にお断りをされていらっしゃいました。お次はウニそうめんチャンプルーのハーフサイズです。ハーフサイズでも2人で分けるには十分な量がありました。もし4、5名で訪問するなら普通サイズがちょうど良さそうです。取り分けましていただいていきます。表情が硬いですが、実はこのウニそうめん、ウニの味がとても濃く、お酒の進む味でした。この時から美味しいと思って食べていましたが、後になってウニそうめんは実はとんでもなく美味しかったと、後の評価も高い一品です。はじめのマグロの刺身についていただし巻き卵もいただきます。ここまで美味しいものが続くと当然のように美味しいです。ここで今回ひとしを予約するにあたって具体的にいつ予約ができたかについてお伝えをします。訪問日9月17日に対して7月10日から日にちや時間を変化させながら電話をかけていましたが、予約の電話がつながり予約完了となったのは8月27日。予約をするにあたってかけた電話の回数は72回。お店につながった時間は21時57分。平日、休日、時間帯もバラバラで連絡をしていましたが、一向に繋がらず、この時間で初めて繋がり予約ができました。ちなみにタクシーの運転手さんから聞いた話ですが、1日で予約ができた方は388回電話して繋がったそうです。4時間電話をかけ続けたらしいですよ。さあ、そして石垣牛寿司です。軽く炙ってあり、見るからにとても美味しそうなお寿司です。では、いただきましょう。口に入れた瞬間、石垣牛の旨味が口いっぱいに広がります。そして、噛んですぐとろけてしまうぐらい舌触りが良く、とてつもなく美味しい握りです。泡盛のソーダ割りを飲み切りまして大満足で、予約時の約束だった1時間の食事が終了となります。今回は予約困難な石垣島の大人気居酒屋ひとし本店にて石垣島のグルメを味わいました。また石垣島で味わった他のグルメについても動画にしていきますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。